ングムの近いというドラマがあります。 韓国では、テーチャン・グンというドラマなんですけれども、まあ、この、もごもごチャンネルを見ている方だったら、ほとんどご存知だと思いますが、日本にも韓国にも大人気なドラマでしたね。韓国では2003年、MBC という放送局で放送されましたが、時代的には、11代王のジュンジョンの時代なので、1506年から1544年の間の話なんですよね。 簡単に言いますと、今から500年前の話だと思ったらいいでしょう。じゃあ、このデジャングンなんですけれども、基本的には、国女であったソウジャングンという人の苦難と成功の人生の物語だったんですよね。もちろん、韓国ドラマらしく、恋愛のストーリーも充実していますよね。 で、この定山ジャン群なんですけれども、韓国では最高視聴率57.8%というネットの発達数も進んでいた2000年以降ということを考えてもすごい視聴率だったんですよね。で、なので自然にアニメとかミュージカルとか、そしてレシピ集まで発売されるなど、大人気だったので、いろんなところとコラボをしてたんですよね。 で、それだけではなくて、ヨギンという地域に、テジャン群パークというテーマパークができて、皆さんが観光でいらっしゃることもできますし、ほとんど、ト、ま、議とかイ産など、皆さんが大好きなドラマもこちらで撮影しましたので、とてもいい思い出になる場所なんですよね。 チングムが取れるぐらい人気だったのか、実際世界にもとても人気だったんですよ。イランという国は、なんと視聴率が70%だったらしいですね。そこにとどまらず、スリランカという国は視聴率がすごいです。99%も足したらしいですよね。全国民がチャングムをしているということなんですよね。 それ以外にも、ルーマニアという国でも人気だったし、中国でも人気だったし、これはとても驚くことに、現在の韓国の敵国である北朝鮮、韓国では北韓と書いて仏韓と言いますが、この仏韓でも大人気だったらしいですよ。えー、当時の初期だった金正恵初期も、イオンゲさんの美貌と演技を絶賛したらしいですよね。 じゃあ、日本の話をしてみましょうか。じゃあ、日本の場合は NHK さんから放送されましたけれども、深夜番組として放送されたようですね。視聴率は16%だったらしいですね。他の国に比べて視聴率は少ない方ではあるけれども、結構有名人の皆さんがデジャン君が大好きだったらしいですよね。歌手の影山博信さんがいますよね。皆さんの場合は大人気アニメドラゴンボールの主題歌、チャラヘチャラって歌あるんじゃない なないんんでですすその歌を歌ってる方なんですよね日本でとっても有名なメカニックデザイナー長野守さんのご夫婦もテジャン軍のファンだったらしいですよね視聴率は少ないけれども日本でテジャン軍が持っている意味は意外と大きいんですよ。 冬ソナ、つまり冬のソナタの四様によって日本に韓流という韓国ブームが始まりますが、ほとんどは女性が多かったんですが、このテジャン軍によって男性もこの韓流の波に乗ってくるんですよね。そういった意味で韓国ではテジャン軍にとっても大事な意味を持っているんですよね。 で、ここでちょっと長野守さんの話を少ししてみたいんですが、もう日本が誇る超大物メカニックデザイナーさんなんですけれども、この方はテジャン軍が好きで、特にその中で最高参軍が好きだったので、自分の作品にこの最高参軍のモーチーフキャラもわざと作って入れるほど、実際もうアニメーションには使ってないけれども、設定には入れてる感じなんですけれども、それぐらいテジャン軍が大好きだそうですよね。 私からの話は何の意味ないと思うんですけれども、まあ、心からありがとうございます <laughs> じゃあ今からなんですけれどもテジャン軍のドラマの裏話をちょっとしてみたいと思います じゃあ、一旦、まず、定ジャングム、つまりジャングムの話からしてみましょう。ジャングムは、そう、ジャングムと描かれていますが、実際、記録には一旦出てきます。朝鮮王朝記録に、え11回ぐらい、ジャングムという名前が書いていて、ただ、明人の僧は書いてないんですよ。なので、苗字の場合は、おそらく創作ですよね。 ただし、チャン軍という情勢は実際に行った人物なんですよね。で、その記録は中1回ぐらいありますが、まあ、全部言うのも面白くないので、ちょっとまとめて言いますと、1515 15年、以上チャン軍ということで初めて登場します。その後、1524年になりますと、以上大チャン軍として書いているんですよ。つまりその間、結構いろんな活躍をしたようですよね。情勢の人権と、 医術の価値がかなり低かった朝鮮で、医術と情勢として、この大という漢字が付けられたのはなかなか珍しいので、かなり活躍した方だと思います。で、1544年で、上位ちゃん軍としてまた書かれています。つまり、異常じゃなくて医者になったんですよね。つまり昇進をしたということなんですよね。まあ、一旦記録を全体見てみると、 王であった中祥の主治医として活躍したようで記録をいろいろ見てみても中祥が彼女をかなり信頼していたそうですよねそしてドラマのジャングムの話なんですけれどもイ・ヨングエさんが熱演してくれましたねでも実際最初からイ・ヨングエさんが ジャングムを演じる予定ではなかったそうですね。最初は、ソヨン女子で有名なキムヒョンジュさん、そして、韓国の大物女優、ソン・ユナさん、そして皆さんもご存知のソン・ヘギョさんに、このジャングムの 最悪のオファーがあったらしいですよ。ただし彼女たちは、えー、忙しいということでこれを断ったらしくて最終的にはいいヨンゲさんに決定されたそうですが彼女たちには申し訳ないけれどもいいヨンゲさんになって良かったような気がしますよねそしてチャングムのライバルでしたねクミョンを演じたホン・リナさん実際これも最初からホン・リナさんではなくて 映画、王の男で、ジャン・ノックスを演じた、ガン・ソンヨンさんと、えー、ドラマ、パリの恋人で有名ですよね。キム・ジョンウンさんに最初にこういったオファーがいたんですが、他のドラマで忙しいということで断ってたらしいですよ。それによって、ホン・リナさんに最終決定されてたらしいですよね。 こういったキャスティングの裏話でまた面白い話がありますが、えー、ジャングムといえば、ジャングムの活躍も面白いですが、최상君とハンサン君のライバル関係も面白かったんですよね。최상君はキョンミリさんが、ハンサン君はヤンミギョンさんが演じてくれたんですが、実際最初は、ハンサン君をキョンミリさんが担当する予定だったんですよ。で、최상君は、孫채환という女優さんが演じる予定だったんですけれども、孫채환さんが 何かの理由でで断ったんですねじゃあこの時にこの制作の側は、おチェー三軍の新しい人を選ぶんじゃなくて、ハンサ軍を演じる予定だったキョンミリさんをチェーサ軍に入れるんですね。その後、ハンサ軍としてヤン・ミギョンさんを入れました。もちろん、ヤン・ミギョンさん、ハンサ軍として完璧な演技を見せてくれたんですが、キョンミリさんが演じるハンサ軍も、まあ、見てみたいことなんですよね。 韓国の民族衣装、女性用のチマジョゴリの話もしてみたいと思いますが、こうやって見ていたら、ジャングムの私服なんですが、上のジョゴリの部分、あの、この上着のことをジョゴリと言いますよ。このジョゴリの部分が短いんですが、これは実際は朝鮮の後期なので、ジャングムの時代は朝鮮の前期にあたりますので、これは違っています。実際、歴史に従って表現するのであれば、こんな感じで、 上のチョゴリが長いタイプが朝鮮の前期のスタイルですよね。この上のチョゴリは時代が経つほどだんだん短くなるんですけれども、ジャングムのチマチョゴリはだいぶ早かったんですね。またはジャングムがファッショニスタだったんでしょうか。 で、それ以外にも、ちょっとドラマにもミスがありまして、瓶、つまり中国の使者として登場するキャラがいますよね。でもこの方着ている服が、えー、黄金色、つまり黄色じゃないんですか。この黄色は皇帝の色ですよね。 この人が本当の民の使者であれば、これは山賊が死刑されるぐらいの重罪だったんですけれども、ドラマでは、えー、民の人が朝鮮と同じ色の服とかを着ていると、多分視聴者が混乱するから、ある意味でステレオタイプとして毛色を選んだと思いますが、歴史に詳しい人から見てみたら、びっくりするようなことでしたね。そしてこの民の使者のためにジャングムたちが頑張って民の料理をこうやってご馳走しまし ますがこれ、満館全席という料理で、実際これはチャングムの時代より200年後の料理なんですよね。なので、これが歴史的に正しく登場するのであれば、ドラマ遺産にふさわしいんですよ。つまり、チャングムの時代にはこういった料理がなかったということなんですよね。ただ、ドラマの演出として浴びてくださいね。 で、その流れなんですけれども、つまりチャングムたちが一生懸命に作って、なんかいろんな方に料理をご馳走していますが、えー、つまりドラマを見ているとみんな女性が調理までしてるんじゃないんですか。じゃあこれが歴史的に見てみると、いろんな絵とか記録を見てみるとですね、かあの朝鮮時代は調理は男性がしますよ。男性だけします。竜は、特に、 宮内の料理とかは大人数の料理をしないといけないので、かなり体力もいる仕事だし、昔は今みたいなガスコンロなどがなかったので、この火力を調節するのとても大変だったらしいですよね。つまり、とってもきついロードだったらしいですよ。なので、実際料理は男性がやりました。チャングムのドラマの場面はあくまで演出としてみてください。で、なので、女性は何をしたかといったら、補助を結構やってたらしいですよ。 野菜を準備したり切ったりとかするような仕事だけしてたらしいですね。なので実際当時の旧内でもこうやって厨房担当の参軍たちはかなりレベルが低かった産軍だったらしくてドラマを見てみたらこうやって成城三軍といってこの成城三軍は産軍たちのトップなんですけれども残念ながら厨房担当の参軍が成城産軍になったことは実際ないので,でこれもあくまでこトれもになったことは実際ないのでこれもあくまでラ ドラマの演出として見て見くださいね。ただしこのチャングムのおかげで韓国でちょっとその流れが途絶えていたペン統宮中料理の人たちへの関心がこれによってまた盛んできましたのでそういった意味ではこのチャングムはドラマとしてとてもいい敵になっていると思いますね。 このようにいろんな意味を持っていて人気もすごかった低ジャングン。もちろんですが、2014年シーズン2の話もありました。中国の大手企業アリババとバイドゥという企業がなんと35億円を投資するのでジャングムの誓いの2を作ってほしいというお願いがあったんですよね。で、内容的にはジャングムのライバルだったクーミョンの娘がいて、 で、当時、ジャングムは師匠になっていて、この師匠のジャングムが、この9名の娘を成長させて、あの、一人前の料理人にさせるようなストーリーだったらしいですよね。ただし、当時は、ジャングムをもともと演出していた人が引退もしていて、イオンへはこれを断ったらしいので、結局、無期限延期になってしまいました。 で、その成果わかりませんが、最近、まあ、韓国でもいろいろ噂になっていますけれども、中国にこういったドラマができましたね。恋する美食の宮廷記というドラマなんですが、まあ、一応、内容的には、チジャングムととっても似ています。服装もですね。 一旦私はまだ見てはないけれども、韓国のニュースではチャングムをそっくりコピーしたということで、まあ、噂になっていて、お実際韓国の食べ方であるこの三さに日三というこうやって野菜に住んで食べますよね。それもちょっと描いていることでいろいろ問題になっていますが、まあ、一旦私はそういったところ専門家じゃないので、自分がまだ見てもないので、まあ、それを置いといてチャングムの誓いが好きな方としてはこういったドラマも見るのもいいんじゃないか なと思って紹介しましまた現在ディズニープラスというチャンネルで有料で配信しているようなのでもしかしてこれを見ている方の中でディズニープラスを見ている方はチェックしてみてもいいと思いますね。 ただ、皆さんの気持ちがわからないわけでもありません。イオンエが出てくるジャングムが見たい気持ちもちろんあるでしょう。最近、イオンエさんなんですけれども、ウクライナの子供たちのために1000万円を寄付したことで、最近の近況をみんなに知らせましたね。 で、これを見てみると皆さんわかりますけれども、イヨンゲさん、ビボ、相変わらず眩しくて輝いていますよね。なので、今でも、チャングムのシーズン2、ストーリー的にはチャングムが師匠だし、まあ問題はないと思いますね。なので、皆さん、首を長くして、チャングムの新たな出会いを待ってみましょう。私も正直に待っています。 今日はここまでです。今から本格的に順調時代の説明になりますが、それを説明する前に皆さんが大好きなジャングムの誓いのいろいろ話をしてみました。じゃあ今日も聞いてくれてちんちゃちんちゃこまわよ。여러분、あんにょーん。